はい、皆さんこんにちは。5月31日金曜日からアマゾンがスマイルセールっていうのを開催するんですけども、ただね、これアマゾンをチェックしているともう先行セールって結構始まってまして、例えばね、今回アンカーがね、すでに、タイムセールをたくさん行ってまして、結構割引率も高いみたいなんで、なんでね、私が使っているものの中で、おすすめできるタイムセール対象品を、現物をお見せしながら紹介していきたいと思います。はい、ということで新製品も結構安くなってまして、例えば3月の新製品アンカーの T2 の充電器の、チャージングステーション8-in-1 ですけど、これがね7490円の 25% オフになってんですね。2500円も安いです。私はね9990円で買ってますけども、まあ、このねパソコン机の右端に配置しております。まあ大体ねこのねホームポットミニとはこんなような大きさ関係ですけども、まあ、T2 のワイヤレス充電がこのようにできるということで、まあ、もちろんね、こちらね、iPhone 15 Pro なんかだとスタンバイモードにも、対応しています。で、裏側が電源タップ兼こちら USB 充電器で、これね、C のところは最大67ワット出るんですよね、単ポート使いだと。そして2ポート使いの場合には USB-C は合計最大65ワットで、まあ、こんなようなね、組み合わせになります。はい、そして3ポート使いの場合には USB-C2 機と A が1機とかで使うと合計最大 62W ということで、まあこのような感じで、まあ真ん中がまあ 12W になるという感じですかね。で、例えばね、MacBook Pro の14インチ M3 Max のだと、がっつりと1ポート、単ポート使いだと 67W 出ていますよね。で、ここのね AC のところの間隔がかなり広いので、例えばねこれ Apple 純正の 20W の充電器って結構ね干渉しがちなやつが、これね土偶のように3つ入ったりするんですね。はい、そしてまあ MacBook 系の Apple 純正のでかいやつとかね、こういった感じの組み合わせも使えたりします。で、T2 の方はですね、 iPhone 15 Pro Max で過去に計測をしましたけども、まあ、このようにね 1% 残量からスタートして、で30分のところで 33%、 そして1時間のところで 60% で、1時間半で 82% というところで、まあ、マグセーフよりもねやっぱり早いんですよね。 T2 は、マグセーフ 15W よりも早い傾向にあります。まあ、そんなんでね、この、まあ、iPhone から背面のね AC そして USB-C などですね、まあ、非常にこのね使い道としては幅広いね使い勝手のいいものとなっておりますんで、おすすめできますね。はい、そしてこちらもね3月の新製品ですね。 UFI の、体組成計がこちら2090円、これもともと安いのの 22% オフとなってますよね。で、これはねお値段だけでなくサイズ感もコンパクトとなっていまして、このウィジングスのと比べるとだいぶね小さいんですよね。邪魔にならないです。そして専用のアプリを入れて使うことになりますけど、基本的にはこのね Bluetooth での接続なんですよね。で、これ設定終わってこのように乗りますと、自動的に測ったものがこのアプリの方に、飛ばされるわけですね。で、測定は12項目ぐらいですね。で、まあこれ体重と、まあ、体組成、体脂肪率なんかが出てくるんで、まあこういった乗るだけ系の体組成系の中ではかなりね、お安くて、最低限ね、しっかりと BMI とか体脂肪率なんか出ますからね、これ体重の管理にね、とってもいいね、ダイエット始めるときにぴったりなんじゃないでしょうかね。で、しかもね、これ充電式じゃなくて乾電池式なんで意外と持ちますし、そしてアップルのヘルスケアなんかにも同期することができるんで、これね、設定をすれば、飛ばすことができます。で、メンバーも最大16人まで登録できて、同じ iPhone の中で、メンバーを追加することもできますし、まあ、家族の別の iPhone に設定することもできたりするんでね、まあ、そのあたりの住み分けも可能となっています。まあ、これね2台の iPhone でそれぞれ別のデータが入ってくるようになっていまして、で、なんといってもね Bluetooth 接続ですからね、 Wi-Fi の影響を受けないっていうのがいいですよね。
で最後に1点だけ、こちら75キロ以上の方はですね、200グラム単位になるんで、75キロまでの方は100グラム単位という、まあ、この点だけはね、買う前に知っておいた方がいいかもしれません。とはいえ体組成系の入門機としてはね、もうお値段2000円ちょっとで買えますから超おすすめできる製品です。はい、そして新製品ではなくて定番系のおすすめ、まずはこちらアンカー511チャージャーという 30W の USB-C 充電器が 20% オフの2231円になっています。はい、そして 45W タイプのナノ2というのが2990円、これは1000円安い 25% オフになってますね。そして3ポートタイプ、こちらは最大 65W 出るものが4490円の1500円も安い 25% オフですよね。でこちらね、3つまとめてやると全て折りたたみ式になっていますので、この持ち運び中に他の機器に傷をつける可能性が下がっていますよね。そしてね、これについてはもうね、 30W iPhone から iPad、 そして MacBook Air まで小型でね、手のひらサイズのものっつったら、まあ、これを絶対おすすめしたいというものがね、安くなっているんで、でこれだったらね、 iPhone って今電源アダプターついてこないんでね、これ買っとけばその後 iPad とか買った時にも対応できたりしますからね。でもうちょっとね、出力欲しい方はこちらのね、ナノ245W ですけど、これについてはね、 iPad 系の13インチ前後のやつなんかだと、バッテリーの容量多いですからね、時短になったり、あとはまあ MacBook Pro の14インチなんかも、ものすごい高負荷でなければ十分対応できますよね。そしてね、タポートがいいという方にはこちらですね、まあ、新モデルはないんですけども、最大単ポートで 65W 出るということで、まあ、外出用にデバイスをね、2デバイス3デバイス使う方にはおすすめできるものとなっておりますね。まあ、どれもね、結構いいね、充電器なんで、お安い時にぜひどうぞ。はい、それでモバイルバッテリーで私が今メインで使っているこちら、アンカパワーバンクの1万ミリアンペアは 30W というやつが、これディスプレイ付きのやつが 9% オフの5490円、そしてもっと安いシンプルなものでいいという方はですね、こちらパワーコア1万 PD リデューの 25W というのが3190円、 20% オフになってますよね。でこちらね、右側は去年の夏だったかな、購入したんですけど、もう今ね、一番メインで使っていまして、まあ、iPhone でもね、ものによっては2回できたりとかするんで、でなんといってもね、ここにね、充電の残量があったり、充電時間も表示されたりするんですよね。そしてね、こっちはね、ちょっと今回のセール品とは厳密には違うんですけど、これのね、次の世代のやつが今回安くなっていまして、まあ、25W までいけるやつで、パワーデリバリーで、こっちはね、まあ 30W なんで、もうちょっとね、MacBook Air なんかにもいけるんですけど、私はね、こういった短いケーブルなんかと一緒に持ち歩いてますけども、こちらね、どちらを選んだとしても、短いケーブルとセットであれば、例えばね、iPhone なんかにこうやってつないで充電をすれば、まあ、パワーデリバリーですからね、30分で 50% とか、あるいは1時間で 80% とかいきますから、まあ、結構ね、このね、充電時間がもう背面のマグネット式の無線と比べると、全然早いので、こうやって重ねて持ち歩く時間帯も、ね、少なくて済むということですよね。モバイルバッテリー優先派の私としては超おすすめできる2点となっております。はい、そしてケーブルもね、長いやつでおすすめできるものがセールになってますよね。こちら543エコフレンドリーという USB-C のケーブルが1090円、 16% オフになってますよね。これはね、もともとエントリープライスなんですけども、このね、とっても使いやすいケーブル で何がいいってね、こう引っ張って使うときになんかね、表面がサラサラしていて、こう引っ張りやすいんですよね、絡まりにくいというか。で触ると分かるんですけど、縦方向にこうね、溝が掘ってあるような構造になっていまして、でなんでね、例えば iPad 関係をこう使いながら充電したい時ってあるじゃないですか。でそういう時にね、こうやって、こう長さもこれ 1.8m ありますから、まあ、結構ね、余裕もありますし、あとはね、原料についても植物由来のものを 40% だったか使っているというね、なかなかね、いいケーブルですね。はい、そしてね、このところセールにかかってなかったアンカーウルトラスリムブルートゥースワイヤレスキーボードが 20% オフの1600円となっています。
これはね、まずはね、リーズナブルで、見た目はこのアップル製品にぴったり合ったような色合いになっていまして、でこれね、さらにこのキーボードとしてはこのね、物理ボタンのこうね、電源ボタンがあったりとか、あとはこのね、乾電池式なんていうのが、まあ、こうシンプルに徹していてとてもいいんですよね。まあ、その分お安いというところで、でこれはね、 US 配列のキーボードになってるんで、例えば US 配列今後使ってみたいけども、慣れるかどうか自信がない方なんか試すにもとてもいいですし、あとはね、ストロークもね、そこそこ深いので、そういうのが好きな方にもいいですよね。で、まあ、特にね、こういった iPad なんかでキーボードを使うにあたってですね、まあ、例えば自宅の使用中心でキーボード使いたい方は、何もね、バカ高いね、カバー型のキーボード買わないでも、まあ、これでね、試してみるというのは一つのね、選択ですよね。でしかもね、 iPad 最適化されていて、例えばこういうホームボタンなんかあったりとかね、してホームに戻れるほかですね、起動調整その他、例えばロックボタンなんかもありましてね、まあ、そのあたりとっても使いやすいものになってるんでね、まあ、なんで持ち運ばない条件で iPad でキーボードを使いたい方にはおすすめできる製品となっています。はい、そして電源タップ兼 USB 充電器のパワーストリップというシリーズの615というやつ、これ最大 65W のやつが 20% オフの5590円になっています。そして同じくパワーストリップの511というこちらは最大 USB-C で 30W のやつが3240円の 35% オフ。そしてね、こちらはどちらかというと電源タップに力を入れている 11-in-1 というのが 15% オフの2540円になってますよね。でこれ3つね、うちにあるんでお見せしますとこんな感じですけどね、まあ、それぞれね、特徴があって、まあ、この特に右の2つがおすすめですかね。でこっちはね、 AC が8ポートある、まあ、どちらかというと電源タップに力を入れたもので、こっちはですね、 USB-C の部分に 65W を配置してそこに力を入れた製品で、 AC は2ポートなんですよね。で左のやつはね、これは AC2 ポートで USB が CAA ということで、比較的スリムに仕上げた製品となっています。でこれはね、ケーブルが 1.5m、 そしてポートの方は AC がですね、8ポートあるということでですね、サイドに2ポート、上に4ポート、そしてこっちに2ポートという感じで、まあ、どちらかというと電源タップという要素のが強い製品ではありますよね。でこれはね、間隔がとても広くなってるんで、このね、Apple 純正の USB-C、横幅の広いやつがこれね、並んで干渉せずに使うことができますね。そして USB-C のところはパワーデリバリーの 20W ですから、まあこれだったらね、 iPhone、iPad なんかで高速充電ができるようになってます。まあ、あとはね、USB-A が2ポートですよね。まあそれで 20W よりも大きい出力が必要な場合にはですね、まあこの AC のところに、まあ、任意の電源アダプターをね、つなげばいいということで、例えばまあこれなんかね、65W のやつをつなぐとね、まあ、そうすると MacBook Pro 14インチなんかにも使えるようになりますしね。でどしっとね、安定感があるので、この上に重いものをつけてもね、傾いたりしないほかですね、壁にぶら下げることもできたりするということで、まあこれ2000円台中盤のセール価格、とってもおすすめできる製品となっています。で615のパワーストリップの方、これはね、うちのはブラックって色ですけども、今回ホワイトがセールになっていますよね。でまあこれね、何がいいってね、これまあ90センチのケーブルがこのようにですね、まあここにこう巻き取ることができるんですよね。まあなんでね、持ち運びなんかをするときには、このね、ケーブルがビロビロしなくて、ここにぐるぐるっとこうね、巻きつけた状態で、で最後ここにね、突っ込んでしまえば、もうこれで例えばね、このスーツケースとかね、キャリーケースなんかにポンとね、突っ込んでいけばいいということで、なんでまあ泊まりがけのね、出張とかね、あるいはですね、見本市会場なんかで使いたいなんていう方にもぴったりなんじゃないかと思います。でほら、ホテルとかって微妙にね、このデスクにちょっと高い位置にコンセントがあったりしますからね。で出力については、こちら USB-C の方が最大1ポート使いだと 65W 以上いきますからね。なんで MacBook Pro 14インチに使えて、で2ポートだと外側が 18W の上が 45W とかね、まあ、あとは3ポート使った時は 20W、30W とかね、あと 12W 出たりするような感じになっています。もうね、米国出張で大活躍のこちらのパワーストリップでございましたね。はい、そしてね、511パワーストリップの方、これはもうね、スリムなタイプとなっていますけどね。でこれはまあ AC が2ポートありますけどね、裏表という感じ。
まあ、そしてね、これパワーデリバリーの USB-C の方が、これがね 30W 出るんですよね。で、まあ、ケーブルの方は、まあ、これ収納タイプではないんでね、まあ、自分でこう巻きつけてケーブルタイなんかでね運ぶときは、ね、こうね束ねる必要はありますけども、でね、この AC のところには別のアダプターなんかね、つなぐこともできますし、まあ比較的ね、こう、つないでない時にスリムに見えるというのがいい点ではないでしょうか。まあそんなんで、アンカーが力を入れている電源アダプター兼 USB 充電器ですけどね、パワーストリップ。まあこのようにね、3つの製品がうちにあるものではセールにかかっています。はい、そして UFI のセキュリティスマートトラックカード、こちらなくし物を追跡できるカードが 25% オフの2993円になってますね。でこれについてはね、まあ、AirTag ってカード型ないですけども、この UFI のやつはカード型でとっても薄くなっています。なんでね、こういったカードケースに入れたり財布に入れたりがかさばらないで済むものとなっていますけども、ただまあ最近ね、ロジテックがね、これに近いものを出してきたりしまして、まあ、厚さの方はね、ロジテックの方がちょっと薄くなったりはしているんですけども、ただまあ基本的にはまあ近い使い心地なのかなというところで、で、例えばこうエアタグなんかだとね、こうカード型のホルダーに入れても分厚いですから、それより全然薄いんですよね。でまあこのように、音を鳴らして探したりするとこんな音がします。で探す機能については、このね、正確な場所を探すっていうのはなくて地図表示になりますけども、まあ、音でね近場で探したりとか、まあ、結構ね音的にはよく聞こえたりしますけども、例えばね屋外なんかでもね5メーターぐらいのところから、うっすら聞こえ始めて意外とね聞こえるんですよね。まあ、そのあたりの使い勝手ですけども、あとはね近距離での正確な場所っていうのはこうエアタグみたいなこういう機能はないんですけども、まあ、今回のセール価格で言うとこの UFI がね一番お安くて、ただねバッテリーは3年間で交換不可になっているんで、まあそのあたりをどう考えるかというところになってきますかね。まあでもね使い勝手はいいんじゃないかと思います。はい、そしてこちらも定番ですけど、アンカーマグネティックケーブルホルダー超おすすめ品が 20% オフの1350円になってますね。でもこれについてはね、ブルーしかなかった時から私ずっと使ってますけど、今現在はこのように、パソコン机の一番奥のところにね配置して使っております。まあ、こういったねマグネット式のドングルをケーブルにつけて使うものになっていますけど、これね向こうに落ちていかないというのがね本当にいいですよね。であとはねこちらのね裏面のところが、これがマグネットになっているんで、まあ鉄製の机なんかだったらねペタッとつけられるほかですね、まあ、そうじゃない場合にはこのねジェルになってますから、これで固定することもできたりする 2way となっております。はい、ということでね、 Amazon のスマイルセールって5月31日からなんですけども、まあその手前で先週から今週にかけて結構タイムセール各ブランドごとにやってますんで、まあ今日はねアンカーのおすすめ品を紹介しております。そんなんで、Amazon は要チェックという感じの今週でございます。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。